上げ、この裏切り者を。お願いです、勘にしてください。みんなあなたの誤解です、誤解ですわ。何が誤解だ。俺はな、貴様の心臓にこのメスをぐっさりと突き刺してやるんだ。どうかね、今度は。ああ、だいぶ良くなったよ。とても素敵だわ、うん、じゃあ、もう一点始めから行こう。ああ君たちきっかけ覚えてるね。ああ覚えてる。旦那、ご用は。おう、洗濯屋さんか。お前だ。今日はお天気がいいんでね、みんないっぺんにまとめちゃったよ。へえ、あれみんな旦那がお笑いになったんですか。ああ、軍隊入ったと思ったら、なんでもないよ。旦那、軍人だったんですか。うん、僕か。僕は兵士だよ。旦那が兵士ですか。ビッコやツンボはみんな兵役免除になるんでしょ、旦那。その後のことは区役所の兵人係って聞いてくれたまえ。どうもありがとうございます。まあ、旦那、ずいぶんご精が出ますわね。ああ、お隣の奥さんですか。こんにちは。大変ですわね。なに、軍隊に入ったと思えば何でもないですよ。まあ。今日旦那のところに見えてるの、やっぱりみんなお芝居に出てらっしゃる方なんですか。そうらしいですよ。じゃあやっぱり吉田五郎だわ。え、ちょっと苦み走ったいい男が来てるじゃありませんか。そうですか。皆さんお芝居の稽古してらっしゃるんですか。大変ですわね、奥さんも。でも本当に旦那みたいに親切な方は少ないって、近所でも評判ですわ。こないだもお風呂でみんなが旦那の噂をしてたんですよ。え、女湯でですか。ええ、一体旦那のご商売は何だろうってことから、旦那は詩人で童謡を作っていらっしゃるんですよって言ったら、ほら、あの横丁のお芋屋のおかみさんね、いつか5円の偽札をつかまされたあのおかみさんたらね、1個5銭か10銭で売ってるんだけれども、
原価はいくらぐらいかかるんでしょうかって、ヨーヨーと間違えてるじゃありませんか。それはどっちにしたって子供騙しみたいなもんには違いありませんけれども、何しろこの辺の女湯に来る連中はどれもこれも低能ですからね。スズメの学校はチーパッパチーチーパッパってあれをこさえて幼稚園やチコンキ屋に売ってらっしゃるんですよって言いましたらね、やっと旦那の商売が飲み込めたんですよ。本当に近所のうるさいのと来たらべちゃくちゃべちゃくちゃうるさくって、それこそスズメの学校どころじゃないんですからね。ついでに買ってきてもらおうかな。バットがあったらバット、なかったら僕もチェリーでいいです。吉田さん、あなたいいの？ああ、じゃあ僕も一つ頼もうかな。ホープ、あ、私にお芋買ってきてもらってよ。まあ色気なしね。じゃあ僕はみかんを盛るかな。チェリーが2つ、それからホープにバット、バットなかったらチェリーを3つね。それからこれでね、おみかんとお芋半分ずつ買ってきて。わかった？わかりました。あのね、あんたそのエプロン取っていくんですよ。チェリーが2つ、バット1つ、ホープが1つ、それにみかんとお芋。あら、旦那。ちょっとやっと塞がるそうですよ。今日越してくるらしいんですけど、どんな人ですか？とにかく今夜はお蕎麦がもらえますよ。お買い物ですか？ええ、ちょっとタバコ屋まで。
今日バイドいますか。あ、野瀬さんですか。この2、3日部屋に閉じこもった気で小説を書いていますよ。へえ、バイドはね。小説もいいんですけど、面会謝絶だなんて入り口に新張り棒を書いちゃって誰にも寄せ付けないんですよ。もう半年近くも部屋代を払わないんですからね。本当にあの人にも困っちゃうんですよ。どうしたんだよ。うん、借金で首が回らないと言いたいところだけどね、僕の場合は階段を降りられないんだよ。うん、マッチ貸してくれ。ついでにタバコもくれ。ダメだよ、人に頼まれたんだよ。いいよ、一本ぐらいごまかしてきゃいいや。ダメだよ。うん、どうせもらうならとホープもらうな。おい、会社どうしたんだよ君は。おう、先月きりで辞めたよ。先進創作に没頭しようと思ってんだ。今ちょうど読み物新報でもって、5000円の賞金でもって大衆小説を募集してんだろ。僕も応募してね、わーっとセンセーションを起こそうと思ってんだ。題名もできてんだ。なんて題だよ。熊荘征伐。色気のない大衆小説だね。なんなことないよ。君も何か書いてんのか。おう、あ、この間子供の世界に出しとったカエルの学校っての読んだがね、あそこは原稿料出すのかね。さあどうだか、まだ送ってこないんだけど、もしも送ってきたら少し貸してもらえないかな。うん、いいよ。上がってるね。僕も子供の頃は一日腹っぱで上げてたもんだな。ねえあなた。ん？タコタコ上がれってあの歌知ってる？知ってるさ。じゃあ歌ってよ。バカ、あんな子供の歌。タコタコ上がれ、天まで上がれ。旦那来ましたよ、来ましたよ。何がです？お蕎麦の主がですよ。ああ、引っ越してきましたか。夫婦者ですよ、若い。それがとっても仲がいいんですよ。奥さんが旦那さんを捕まえて、タコタコ上がれ、でまで上がれを歌ってくれなんて言ってるんですよ。あれもやっぱし同様なんでございましょう。まあそうです。まあちょっと来て覗いてごらんなさいますよ。畳の上がザラザラだね。あら、本当だわ。お掃除をしなくちゃとてもダメね。だけど何にもないんだろ。困ったわね。まだ荷物が届かないんですよ、きっと。
旦那なかなかお達者ですね。え？カモ何番ぐらいにはなりますよ。ごめんください。ごめんください。僕はお宅の前にいる二つ木月風っていうもんですけど。はそうですか。お困りのようでしたから掃除道具をお貸しに来ました。はそれはわざわざどうも。雑巾もこの中に入れてきました。まあすいません。この辺は感性でいいですよ。僕は原稿を書いてるんです。詩や童謡なんですがね。ああそれから僕の家内は名前を言ったらご存知かもしれませんけどね、二つ木千恵子って言いまして芝居の方に出てるんですよ。あらまあそうですの。私舞台を拝見したことありますわ。まあそうですか。月風月風。それじゃあどうぞごゆっくり。親切な人だね。でもちょっとびっくりしたわ。買い物あんなところをほったらかして何してたの？お迎えで越してきたうちにほうきがないってもんですから。バカね、余計なおせっかいなんかしなくたっていいじゃない。じゃあ出かけますから2階掃除しといてちょうだいね。少しないんですけど。お金？明日お給金もらったらあげるわよ。さん、それぞれですよ。どうも、これはどうもご苦労さんでした。まだです。じゃあうちへ来て一緒に召し上がりませんか。何もありませんけれど。
お宅でですか。ええ、実はうちの人一杯やってるんですけれど、やっぱりお酒飲みはお相手がないとね、寂しいと見えて、お隣の旦那を呼んでこい呼んでこいって言うんで。そうですか。じゃあお邪魔に上がるかな。その日物持ってらっしゃいますよ。ああ、そうしましょう。あら、お酒のお魚に結構なものがありますわね。これ旦那お返ししていいでしょ。これも美味しそうだわね。これもね、あ、卵、これもついでにお借りしていってもいいでしょ。旦那そう遠慮なさらずにどんどん干してくださいよ。ええ、ありがとう。遠慮なさらずにどうぞ。本当に旦那お人がいいって評判ですわ。まあ奥さんがね、ゲップゲップとお呼びになるでしょ。私初めのうちラムネを思い出しましてね。私はね、またゲップと言われるたびにね、洋服屋が怖いですよ。逃げたくなるです。さあ旦那、そう遠慮なさらずにどんどん召し上がってくださいよ。ちょっと。え、そうですか。じゃあ遠慮なく頂戴します。それにしてももうお蕎麦が来そうなもんですわね旦那。お蕎麦あつられたのかい。違いますよ、ほらさっきも話したじゃありませんか。ああ、しっこしか。てんなるもんか、こうせちがなくなっちゃうね旦那。でも今日越してらしたご夫婦はそんなんじゃありませんよ。私の睨んだところじゃ相当の暮らし向きだと思うんですよね旦那。お前さん、あのご夫婦に保険に入ってもらったらどうだね。ああ、いいね。今夜の話ですよ。今夜電話急げってことがありますよ。まあ、いいよ、せいてはことを仕損じるだ。あ、落ち着け、落ち着け。あんたはその億劫があるところがいけないんですよ。勧誘員ならもっと勧誘員らしくなさいな。せっかくの酒じゃねえか。明日にでも行くよ。それはいけませんよ。明日の朝早くよその勧誘員が行ったらどうします。あんたの商売はチャンス一つですよ。是が非でも今すぐ行ってらっしゃい。ほんの一足じゃありませんか。さあ行ってらっしゃい。うん、その代わりにお調子を熱くしておきますよ。うん、いやまあ物は試しだからちょっと行ってみだ。旦那ちょっとごめんなさいまし。夜分上がりまして誠にあいすみませんが、私はこの時期目と鼻の近所におります花島と申すもんでございますが、どうぞ今後はご別個にお願い申します。いや、それはどうも。どうぞこちらこそ。はなはだ厚かましい次第でございますが、今夜伺いましたのは私の商売上のことについてお願いがあって伺ったんですが、いや私は来たくなかったんですけど、つい家内がどうも。あ、昭和生命の方へお勤めなんですね。それでいかがなもんでございましょう。一つ入りになってはいただけないでしょうかしら。そもそもこの生命保険は。あ、それでしたらよく存じております。承知しました。お近づきの印に加入いたしましょう。はい、本当ですか。いいんですか。どうぞ。あ、そうですか。では早速でございますが、
前の言う通りだったよ。じゃあ OK だったの？なかなか話の分かった人さ。やっぱり私の言ったこと本当だったでしょ？うん、私の腕がいいからだよ。どっちにしたって結構な話ですよ、うん、とにかくさよ、おめでたいですな。ああ、ありがとう。おい、酒屋行ってくれよ。旦那、ビール飲みますか？ビール？おい、酒屋からビール持ってこい、ビール。ビール？うん、じゃあ一つ、大いに景気よくやりましょう。よかだんすよ。おいおい、あの、魚屋まだ起きてんだろうな。刺身、三人割り添ってこいよ。へへ、かしこまりました。さあ、旦那、今日は一つ景気よくやりましょう。何屋節の他に何かいいのないんですか？面目ないんですね。これ一枚しかないんですよ。その代わり、今度は月給取ったらもう一枚買うつもりですがね。すっかり覚えちまいましてね。そうですか。じゃあ僕がいいの一枚持ってきましょうか。ダメですね。何しろ値切って買ったんだからどっか故障がありますよ。どうも、一杯。いいえ、いただきます。おい、さあついてくれ。おい、なんだ、もうないじゃないか、ビールが。お浜、おい、もうビールどんどん持ってこいよ。おい、お浜、ビール持ってこい。ビール、おい、ビール持ってこい。ビールだ。東山三十六方を静かに眠る世の静寂を破るつばなりの音、長曽根虎徹は遠慮せんぞ、参るかバカめ、一振り振ればたちまち起こる剣撃の響き、パチンチンチン、トチリリ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 リ。おはん、ビール持ってこい、ビールを。あんたまだ飲むの？いい加減でおよしなさいよ。文句言わないで持ってこい。でもそれほど飲んだらたくさんでしょ。だいたい貴様、生意気だぞ。女房の分際で亭主に立てつくとは。え、亭主関白って言葉はしゃれのか。そうだ、亭主は亭主、女房は女房だよ。ワンマさん、ビール持ってきたまえ。ビール、おい、ビール持ってこい。ワンマさん、ビール、ビールだよ。本当に大丈夫ですか？ああ、大丈夫です。どうも大変ごちそうになりました。いや、さよなら。さよなら。だいたい君は気に入らんです。気に入らんぞ。なんだろう、その顔は。
那様ですぞ。屋敷も一家の主人であるですぞ。亭主を亭主とまねないような女房は気に入らんです。亭主関白ということも知ってますか。なんだ、何だ君、気に入らんですぞ。なんだその顔は、ちっとも怖くないぞ。そんな顔したって怖くはねえぞ。隣の奥さんですか。ゆんべはどうも大変ごちそうになりまして。いいえ、何にもお構いできなくって。あの奥さんまだお休みなんですの。ええ。あら、
旦那がお炊事ですか。大変ですわね。ああ、すいませんが奥さん、ちょっと水加減見てくれませんか。あらあら、これじゃあ水が少し多ござんすわよ。そうですか。これでどうです。まだまだ、もっと減らして。そうですか。じゃあ今度どうです。このぐらいならよござんすよ。そうかな、これでいいんですかね。大丈夫かな。あの大根煮たんですの、少しばかりですけれども、お口汚しにどうぞ。は あ、これこれ、どうも。恐ろしく色の黒い大根だな。あら、黒砂糖で煮たんですよ。その方が旦那お得ですよ。でもうちではむき目を入れて煮てあるんですの。裏の岩田さんのところでは大根は油一回入れて煮ないんですって。ずいぶんケチじゃありませんかね。どうもありがとう。お皿はと。あ、あの入れ物はいつだっていいんですよ。そうですか。じゃあ丼ごと預かってきます。どうぞ。まだ何か。いいえ、別に。あの奥さんまだ本当にお休みなんですか。ええ、ゆんべ次の芝居の稽古で遅くなったもんですから。大変ですわね、お芝居に出ていらっしゃる方も。私この前のお芝居の時にこちらで初日の切符いただいて、奥さんのお芝居拝見させていただいたんですのよ。今度のも大変面白いんですってね。明日初日なんでしょ。そうらしいですよ。旦那いらっしゃるんでしょ。僕はまだ家内の芝居を一遍も見たことないんですよ。あら、そうなんですか。せっかく初日のただの切符があるんでしょ。もったいないじゃありませんか。うん、初日の切符はもうみんなやっちゃったんですよ。あら、誰にやったんですの。家主さんです。今月から1円ずつ家賃を値下げしてくれたお礼ですよ。そうなんですか。今の丼何かにあげてすぐ返していただきたいんですけれど。そうですか。入れ物はと、これはダメと、こいつは汚いと、こいつもダメか。じゃあ確かに丼をお返しいたします。お邪魔しました。損しちゃったよ。今は炊いてるところなんですよ。あの、たくあんどこでしたっけ。ゲッツ、もう起きるの。まだ早いですよ。私たち一度も夫婦喧嘩したことないでしょ。だからちっとも気分がわからないの。夫婦喧嘩の気分なんてわからなくてもいいですよ。あら、困るのよ。
今日は舞台稽古だし、セリフがどうしても覚えられないの。ああ、芝居ですか。ご飯まだなかなか。これからまだお身をつけ飲み切らなくちゃ。いいから、それ後にして、ちょっと書き抜き読んでくれない。私なんだか気になって、ご飯なんか食べる気しないんだもの。あんたいつもそうなんですね。明日初日っていう前の日にならないとセリフを覚えられない。よくないですよ。でも今日はお給金をもらってきてくださる日だから、おとなしくご命令に従います。冗談言ってないで。はい。随分たくさんセリフがあるんですね。これまだみんな覚えてないの。まさか。高村さんとやり取りするとこがあんのよ。その折ってあるとこ。ああ、ここか。ええ、そう。主人がどうせ空いてる2階だからっていうところから。ああ、わかった。主人、どうせ空いている2階だから貸してやってもいいではないか。いや、そんなお経読みたいじゃダメよ。少しも感じが出なくって、夫婦喧嘩するとこだから、もう少し怒ったように。怒ってるように。よろしい、いいですか。どうせ空いている2階だから貸してやってもいいじゃないか。貸してやってもいいじゃないか。嫌なことだわ。貸すというのはね、お金を取って住まわすことを言うんだわ。ご飯大丈夫かな。まだ大丈夫よ。さあ、その次やって。どこだっけ、どこだっけと。ああ、そうか。だってかわいそうじゃないか。あの男だって金がなくて困ってればこそ置いてくれて頼みに来てるんじゃないか。来てるんじゃないか。あんたの友達と来たら一人だってろくな人ありゃしない。みんなピーピーの風車ばかりじゃないの。困ってる時は網互いだ。友達の一人ぐらい居候に置いてあるというのはどうしたんだい。大きなことを言うもんじゃないわよ。居候の一人ぐらいだなんて。毎月ここの家賃は一体誰が払ってるのよ。おい君、そんな大きな声出すのよ。あら、そんなセリフあった。セリフじゃないよ。あら、ダメよ。せっかく頭に入ってきてんのに。毎月ここの家賃は一体誰が払ってんのよ。君が払ってるんだよ。そうでしょ、私が払ってんでしょ。もう少し小さい声でやれない。どうも少し実感的に響いていけないな。だってド書きに大きな声でとしてあるんですもの。嫌な芝居だな。この非常時に居候の食いつぶしなんでお金でたまるもんですか。だって男と男が一旦約束して、今さら女房がいけないと言ってるからって断るわけにいくもんか。男と男ですって。じゃあ男らしく自分で稼いで、100人でも200人でも居候を飼っておけばいいでしょ。偉そうなことばかり言って、あんたの原稿なんぞクズ屋より他に買い手がないじゃないの。くずい、クズ屋を払い。やめたよ僕。そんなこと言わないで、もう少しだからね。さあ早く。クズ屋より他に買い手がないじゃないのかか。うん。もう一度言ってみろ。言ってみろ。何度でも言うわよ。分子分子ったって、あなたなんぞ原稿書いて現金で原稿料もらったことめったにないじゃないの。雑誌社からもらうお礼って言ったら2円か3円の本屋の切手か、
1円くらいのお菓子の折りに決まってるわよ。何にも書かないでくず屋に原稿紙を売る方がよっぽど気が利いてるわよ。よそうよ。もう少しだからさあ早くやってよね。何を言うかと、ここで夜間の蓋を取って投げる。あ、お夜間ここにあるわ。空、投げた。痛い。あんた、よくもこんなものをぶつけたわね。畜生。さ、ぶつけ返したわよ。夫に向かって投げ打ちのは何だ。夫が聞いて呆れるよ。その怖い顔なんだい。キングコングの弟みたいだわよ。どうしたってんだ。なんだ。あいた、痛い。泣け、もっと泣け。悔しい。どうしたの君。手を挙げんの乱暴だよ。口で言えばわかるじゃないか君。あれ、変なのが現れたよ。あ、奥さん怪我はありませんでしたか。いいえ。あ、それはよかった。仲裁が出てくるなんてこの本には書いてないぜ。なんだか知らんけども興奮しちゃいかんよ。真っ昼間みっともないじゃないか。何がって喧嘩さ。誰が喧嘩したい。誰がって君も嫌なのささ君もいい加減慌てもんだよ。今ちいちゃんの出る夫婦喧嘩の芝居の稽古してたんだ。うん、なんだ、あ、芝居の稽古か。本気にしちゃったよ、まったく。飯が焦げてるんじゃないか。え、あ、大変だ。ああ。ダメね。水が足りなかったんでしょ。隣の金棒引きに水加減見てもらったんだよ。もうあいつの言うことなんて絶対に信用しないぞ。しょうがないわね。じゃあそこはそのままにしておいていいから、野瀬さんも来てらっしゃるんだし、後で丼でも取って食べてくれない。私セリフが気になるから2階で一人でやってくるわ。ええ。それからね、もしこのことだったら断らなくちゃダメよ。あの人と来たらとてもずうずうしいんだから。いいこと。ええ。ははこいつはすげえや。ですけど失礼します。いや、失礼します。まあかけろよ。まあ、うん、今の焦げた飯結びにするとうまいぜ。ダメだよあんなの。君、腹減ってるんじゃないのか。君、減ってるだろう。俺はさっきパン食ったよ。パンか。パンなら、俺も昨夜食べた。おい。ん？
後で丼でも取るからこれ食えよ。これうまいぜ。おい。そう、これやるよ。あ、そうか、すまんね。おい、今食えよ。あ、そうか。親分の財産で名大なる讃岐の国こんぴら様へ刀を納め、もう讃岐には用ないと参りましたる大阪の八軒やからへ船にテキリットンシャーン、テキリットントン。あのね、昨日越してきた人まだ起きないのよ。どうかしたんじゃないかしら。バカだな、つまらない心配するなよ。若い者のことだ。バカだよ、この人は。タバコ屋を追い出されたって？じゃあどうするつもりなんだよ。うん、2階を借りようと思うんだ。どこの？うん、君んとこだ。え、僕んとこの？うん、原稿料が入ったらきちんきちん真鯛を入れるから。別に千恵子さんに相談しなくたっていいだろ。君はこの家の主人なんだから。ああ、それは僕は。じゃあ何分よろしく頼む。飯を食わせてもらうだけのことはきっとするから。とかく居候というものは卑屈になりがちだけども、その点は安心してくれたまえ。君も知ってる通り、僕は起きたい時に起きるというのが僕の主義なんだから。どうもありがとう。じゃあちょっと行ってくるから。おい、どこ行くんだよ。荷物をまとめてくるよ。荷物だって竹氷一つだからわけないよ。洋服ダンス、狭かったら僕の部屋へ置いてやってもいいぜ。おう、そうするかな。うん、それから君とこ宛てに僕の手紙が来るかもしれないから受け取っといてくれないか。どっから来るんだ。なに、原稿を頼みに来てくれそうな雑誌社へこういう越したって移転通知を出しといたんだ。じゃあ僕のとこへ頼みに来る前にちゃんと決まっちゃってるようなもんじゃないか。まあそうだな。そうだなじゃないよ。まあいいよ、行ってくるから。ちょっと、2階は掃除しといてくれなくてもいいよ。後で僕がやるから。近所に近物越してきた若い男はおりませんか。さあ、若い男と。あ、これはお隣の旦那です。僕は野瀬梅堂と申しますもんですが、隣の殺人月風君のところへ今日から越すことになりましたから、どうぞよろしく。あ、どうかよろしく。いや、その探してる男というのはモダンな綺麗な男なんですよ。はあ、モダンで綺麗な男と。様相の若い女が一緒かもしれないというんですかね。はは、様相の若い女。野瀬さんはお帰りになったの。荷物取りに行ったよ。荷物って？引っ越しの荷物さ。あら、また野瀬さん引っ越すの？きっとまた今のうち追い立てられたんでしょ。でもよく引っ越していけるようなお金があったわね。どこ行くんだって先にお金を入れなくちゃはしゃしないことよ。そりゃそうだ。
金があったら僕んとこに転がってくるはずはないんだから。あんた？うん？なんだい？まさか野瀬さん、うちへ転がってくるって言うんじゃないでしょうね。え？来るよ。来るんですって？二階を提供することに決めちゃいました。まあ、私知らないわよ。だって。ええ、どうぞ、ご勝手になさいませ。あなたはここの家のご主人でございますからね。嫌だわよ。チェ、どうせ空いてる二階だ。貸してやったっていいじゃないか。まあ、貸すというのはお金を取って済ますことを言うんだわよ。だってかわいそうじゃないか。あの男だって金がなくて困ってればこそ置いてくれて頼みに来てるんじゃないか。あんたの友達としたら一人だってろくな人ありゃしない。みんな PP の風車ばかりじゃないの。 PP の風車、あれさっきと同じセリフ言ってやがら。困ってる時は網互いだ。友達の一人ぐらい居候に置いてあるってのがどうしたんだよ。大きなこと言うもんじゃないわよ。居候の一人ぐらいだなんて、毎月ここのお家賃は一体誰が払ってんのよ。それはやっぱり君を払ってんだよ。そうでしょ、私が払ってんでしょ。君本当に怒ってんの。バカにしないでちょうだい。本当にこの非常時に居候の食いつぶしなんぞ置かれてたまるもんですか。だって男と男が一旦約束したものを今さら女房がいけないって言ってるからって断るわけにいくもんか。男と男ですって。じゃああなた男なら男らしく自分で稼いで100人でも200人でも居候を飼っておけばいいでしょ。偉そうなことばかり言って、あんたの原稿なんぞそれこそクズやより他に買い手がないんじゃないの。何、もう一度言ってみろ。さっきの芝居してる時とわけが違うんだぞ。ええ、何度でも言うわよ。分子分子って、あんたこそ原稿書いてまとまったお金入ったことあって、雑誌社からもらう俺って言ったらカステラぐらいがせいぜい関の山じゃないの。クズ屋に原稿紙を売ってる方がよっぽど気が利いてるわよ。何、生意気だ。いかん、あんた、よくもぶったわね。畜生、畜生とは何だ。あら、ねえ、女のくせに、夫に手を出すやつがあるか。夫が聞いて呆れるよ。その怖い顔なんだ。キングコングの弟みたいだよ。なんだと。ああ、この辺から俺はさっき飛び込んだんだな。どうしました。殴ったな、カメラ。烈風先生、なかなか芝居がうまいな。あ、心配しなくてもよろしい。あれは芝居の稽古ですよ。さっき僕は止めに入ってバカを見たんです。あんたもよかったら見物するといいですよ。なかなか面白いですよ。あら、稽古ですか。じゃあ見物させていただきますわ。私こちらの初日の切符家主さんに取られちゃって、見損なうの悔しいと思ってたんですよ。ちょうどようござんしたわ。せめて稽古でも見せていただきますわ。おい、どうしたんだ。遠慮しないでもっと続けてくれたまえ。邪魔はしないで、僕はここで見物させてもらうから。どうぞ奥さん、おやんなすって。本当に初めから見とうござんしたわ。君、違うんだよ。居候を置く置かないで
夫婦喧嘩が始まっちゃったんだよ。だってそれ芝居だろ。うん、うん、芝居じゃないんだよ。本当に喧嘩してるんだよ。嘘つけ。もう担ごったって担がりゃしないから。いや、本当にあいつを殴っちゃったんだよ。俺も殴られたけど。お浜、お浜、何で慌てて。大変なんだよ。昨日越した夫婦な、心中しちゃったんだ。まあ、保険どうすんの。それで困ってるんだ。バカ、心中するかしないかぐらい様子見たら分かりそうなもの。だけどまだ死んじゃったってわけじゃないんだよ。切れたよ本当にこの人。一体どこからが芝居でどこからが芝居じゃないんだ。君が帰っていくまでが芝居で、それからは芝居じゃないんだよ。ややこしい喧嘩すんなよ。一体どうしたというんだ原因は。原因はつまり居候なんだ。それは君の奥さんのやる芝居だろ。うん、本当の喧嘩の原因もやっぱり居候なんだよ。誰だよその居候は。君だよ。あ、ああ、俺か。二階が行けなかりゃ下だっていいよ。俺はどっちだっていいよ。うん、二階も下も第一君を置く置かないが問題なんだ。そいつは困った問題だな。奥さん、奥さん、あなたの芝居に出てくる居候は、おしまいにはどうなるんですか。居候の書いた検証小説が当選して3000円転がり込むんですわ。僕のは5000円ですよ。だけど転がり込んでくるというのは少し違っているかもしれませんが。ねえ野瀬君。うん、友達の君には言いにくいんだけど、改めて居候の申し込みをはっきりと断るよ。僕はこのうちの主人だけど、家賃は奥さんが払ってるんだ。そうか。家賃は誰が払ってるか知らんが、当家の主人である君からそうはっきりと返答されれば、僕は僕の要求を潔く撤回するよ。すまないな。ああ安心したまえ。じゃあ失敬する。奥さん失敬します。死んじまえ、冷たくなって息しないだけだよ。まぬけだね、本当に。しした。しょうがない、俺がしたんじゃないよ、そんな。おい、よせよ。おい、君。隣でものすごい喧嘩やってて。だいたいお前は生意気だよ。この野郎、俺は夫だぞ。夫が聞いて呆れるよ。夫せみたいな顔して。夫せ。うん。女なんて嫌だね。女なんて養いがたいよ。七人の子をなすとも女に気を許すな。女心に秋の空。僕が未だに独身でいるのは女のそういった気持ちが嫌いなんだからだよ。ああ。痛かったんだろ。ごめんなさいね。私がみんな悪かったのよ。野瀬さん、あの、私、あなたにお礼言いたいことがあるの。え、お礼。あなた、私たちの喧嘩の原因になってくださったお礼ですわ。そんなお礼ですね。おかげで明日の芝居のいい工夫がついたんです。そうですか。あ、
それからもう一つ。まだおるか。ええ。あなたが初めてうちの二つぎ月をここのうちの主人だと認めてくださったことですわ。経済的に私がどんなに独立してても、ゲップはやっぱりここのうちの主人なんですもの。偉い奥さん。あの、汚いとこですけど、うちにいらしていただけません？本当ですか。ねえ、あなたからお願いしてよ。君からよく。だって、あなたここのうちのご主人なんですもの。どうって言われて君から言えよ。あなたからさ。君から言ったもんよ。夫婦喧嘩ってのもまた味なもんだな。旦那いらっしゃいませんか？どなた？旦那まだお休みよ。あら、お隣の奥さんでしたの？あのね、奥さん、昨日の心中助かったんですって。まあ、うちも助かりましたわ。保険かけたばっかりで死なれちゃうね。本当にね。それがね、あの男も宅と同じ商売の保険の方をやってたんですって。ところが会社のお金を使い込んだんでしょ？もちろんあの女のためにですわ。あの女ってあれダンサーなんですって。お互いに惚れ合ったんでしょうけれども、お金の始末がどうにもつかなくなって、とどのつまりが真珠ってことになったらしいんですのよ。でも考えればかわいそうですわ。せめて死ぬなら一日でも二人だけのうちでってんで越してきたらしいんですのよ。ねえ奥さん。奥さん。あ、そうですか。かわいそうですわね。本当ですよ。おい、お浜。はーい。ごめんなさい、また後ほど。ご飯できた？もう少しよ。格好して風邪ひいちゃうわよ。